はい皆さんこんばんは100円ですえー、すいませんちょっといつもと場所が違うんですけど今日はですねお菓子レビューここからしたいと思いますいつもの配信するところ <laughs> 場所からなんですけどねそういえばこの前誰か俺眉毛太いって言ったでしょ眉毛太いかな太い男はでも太眉毛がいいんじゃないですか俺あのー、大学生の時にまあ眉毛手入れしてたんですよね アメリカだったんでゲイだゲイだ言われてあのー、それ以降やめました <laughs> どうなのかな眉毛細くすんのゲイなんすかねわかんないそれから毛の虜になってヒゲ生やしたりいろいろやりましたよどうでもいいんですよねえー、今日はそんな、えー、体中にヒゲを生やしてるあいつのお菓子をレビューしたいと思いますこちらですババーン ゼブラケーキでございますまああのねゼブラをテーマにしたお菓子ってあんまりなんか聞いたことないんですよね。幸いうちの嫁さんがあの沖縄生まれなんでまあ生まれは沖縄じゃないんですけども沖縄育ちなんで沖縄のことは知ってるんですよ。で沖縄にはゼブラパンっていうパンがあるみたいなんですよね。これ食べたことは一回あるんですけど結構美味しかった。 それぐらいですかね他はなんかクマさんとかさ、なんか犬さんとか、そういうかわいい動物をどっちかっていうと日本でお菓子とか食べ物にしてて、ゼ,ゼブラ、えっ、ー、と、ジブラ、なんていうんだっけ日本語で、シマウマか。<laughs> シマウマのお菓子あんま見たことない。まあこの、リトル、リトルデビーズってあるでしょ。このブランド結構アメリカで有名なんですよね。で、チョコドーナッツだとか、なんか思いっきり体に悪いようなものを、 いいっっぱい要は売ってる会社なんですよまあまずニュートリションファクトからいきますかねえー、ニュートリションファクトえー、まあ2つこの中にいっぱいこのゼブラケーキが入ってますけど2つ食べると、えー、カロリーは320カロリーかなりでございますねトータルファット 14g22% ですよサチュレイテッッドファットに つきましては 40%! すごいですね。えー、砂糖も 32g 入ってますね。これ M&Ms より多いんじゃないかな。恐ろしい。恐ろしや。パッケージは、えー、こんな感じです。このね、かわいい。シママのこんな顔してものすごいカロリー持ってますよ。この色がもうやばいもんな。いやー、恐ろしい。えー、10個入ってますね、えー。ちなみにこれで200円でございます。 書いてある1ドル99ってほらここ1.99九。ごいなーいやーすごいね早速開けますかリトルデビーズさんこのこのスタイルがいいかいつものあっちで撮ってるやつがいいかちょっと皆さんあの教えてくださいね感想これはねやばいですよ <laughs> <出た笑>こんな感じで、あと、あの、いっぱい入ってるんですけど。まあ、こんな感じですよ。重さはね、そんな重くないです。軽いですよ。悪くない。だけど、もう、なんだろうな。まあ、しまう、ザ、シマウマって感じですよね。重くないですよね。まあ、青とか黄色とか使われるくらいだったら、まあ、これぐらいの、その、何ですか、ホワイトチョコ、ブラックチョコぐらいのがまだね、 健康ね良さそうですけどうん匂いはもうなんかザ砂糖って感じ食べる食べるこれいっいいつやはなんかねなんか音聞こえるか <laughs> い 落ちたまず中にクリームが入ってるんですよこれあのトゥインキーズとかのクリームに似てますね <laughs> えーっともうもういらない <laughs> だけど感想を言わせてくださいねえー、まずうーわあのー 日本のチョコレートを食べるじゃないですか。食べると、まあ、甘いっちゃ甘いんですよ。やっぱチョコレートなんでね。日本のチョコね。だけど、口になんかそんな残んないじゃないですか。まあ、なんかベロ、ベロじゃなくて、えー、唾で押し流せるっていうか。だけど、これ、この周りの、これそんな濃くないんですよ。熱くないんですよ。コーティングね。これ口に入れると、なんか、口の中全部が、 油でそのーコーティングされるっていうか唾とか中の液体が全部弾かれる感じがするんですよ <laughs> うーわーで中のこのクリームもザオイルみたいな,なんか10代のニキビ顔の少年が食べたら次の日とんでもないことになるぐらい恐ろしいものですねうーわーこれはやばい えー、やばいですね。なんだろうな、これ。と,とにかくなんか、口がね、すごいぬるぬる、ぬるぬるします。ぬ、ぬ、ぬるぬる。うまくはない。200円で10個か。まあ、コストパフォーマンスは最高ですけどね。 アメリカ人の人でもこれ多分ね、2時間ぐらいで全部食べちゃうんじゃないですか。ゲームしながらパクパク、ゼブラケーキみたいな感じで、ゼブラ、ゲーム、ゼブラ、ゲーム、ゼブラ、ゲーム,ゲームみたいな。ああ、なくなった。よし、ペプチー、ごくごく、みたいなね。あの、そんな感じで食べれちゃうんじゃないでしょうかね。俺は、これはちょっと合わないなーでもね、甘さでいくとね、その、スニッカーズほど甘くないんですよ。スニッカーズは本当に甘い。あれはアメリカ人が食べても甘いです。だけど、これはそうでもないですね。 ケーキの部分もそこまで甘さがない。完璧に甘さがあるのはこの周りのコーティングと中のクリーム。でも中のクリームは皆さんが思ってるような、あの、ショートケーキに入ってる生クリームじゃなくて、もう油っぽいあの、なんか、クリームですよ。ああ、いつものトゥインキーズのやつですわ。えー、200円評価。そうだなーこれ2だな。<laughs> 2だな。なんでかっていうと、もうなんか、 まずい。いや、でもそもそもね、こんな、こんなケーキを外に、ほっぽ、用冷蔵じゃないことがおかしいんですよ。そもそもね。こういうものはちゃんと冷蔵庫に入れなきゃいけないじゃないですか。これはちょっとダメです。えー、ということで評価2でお願いします。ゼブラ、えー、ゼブラケーク。ね、ゼブラせっかく可愛いんですけど、えー、ちょっと食べれそうにないんで、えー、職場に持ってきたいと思います。えー、ということで2ですえー、皆さんも見かけたら、 えー、近寄らないように気をつけてください。ある意味、肉食獣でございます。えー、ということで、ピースアウト。